DK ディレクターの内藤です。横が張りやすい人とかだとどうしてもここが出てくる角をチョップカットで落としていきます。地面から垂直にレイヤーを入れていきます。あのセームレイヤーで切ってこの辺の紙だけすごく短くなってしまう。セーリングを縦に中間毛先を軽くしていくイメージで、前髪は中間先だけ少し、あのウィッグを切るように切ってしまうとどうしてもその生え際の形に影響されてしまって、こっちとはまたちょっと別にフロント周りを作ることで試してみてください。